皆様です。どうぞ。最年少、アキラカーペンターでございます。
男ナインティナインと申します。よろしくお願いいたします。まあ、なんかこう上げろ上げろっていうサイズ。あ、ギターの音ですか。ギターの音をちょっと上げて、はい、ありがとうございます。もっとベースも、ベースは OK。 ギターの音ですか。もっとギターもっと、はい、正解してください。アドバイスが入ってるんですが、はい、ですね、仙台からやってまいりました。一部のメンバーは福島在住、あるいは福島出身ということもございまして、今年2回目ですね。あ、はい、OK サインも出ましたので、今日はですね、25分という短い持ち時間の中でどれくらい曲をやれるかという、感じでやっておりますので、早速次の曲に行きたいと思います。では、よろしいですか。よろしいですか。はい、じゃあお願いいたします。次はホールドライブ。どうぞ皆さん、ご一緒に行ってみますよ。
でそれではですね、あっという間ですね、次の曲にね、最後の曲になります。あ、よーし、始末役の方がいらっしゃいます。ラストですね、このとっておきの音楽祭は皆さんの寄付で支えられております。各ブースにですね、募金箱がございまして、あ、こちらですね、すいません、はい、こちらに募金箱がございますので、どうぞお気持ちを お捧げいただければ。あ、これとっておきの、あ、去年のやつですね。今年もいろいろグッズがございますよね。あ、はい、キーホルダーとか、あれはトートバッグになるんでしょうかね。バンダラです。あ、バンダラですか。全然すいません、把握してませんね、申し訳ございません。あ、500円ですか。はい、ぜひ気持ちある方は買っていただいて、あるいは募金していただいて、来年以降もこのイベントが続くようにお支えいただけると思います。機会があれば私たちも来年以降ね、出させていただければと思います。では最後の曲はどうしてでしょうか。じゃあ最後の曲、トトの曲では多分一番有名な曲じゃないかと思うんですが、この曲をやらせていただきたいと思います。ロザン、Yeah.